ペンペペ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 ペこんにちは、ウツボです。いや、ムティクイガーシー、ムティクイガーシーです。ホグワーツレガシーをやります。あ、ムティクイガーシーいますね。はい、いますね。こんな感じでね、3本のほうき。おう、遊べないクイディッチが飛んできた。これボールがクイディッチっていうの、これ遊べないのに、すごい。6レベルのムティクイガースイです。続きからやります。あ、スニッチっていうの、そいつは。へえ。まあ、ということで、今から城に帰ろうっていうとこでしたね。例えば、はい。え？治ってる全部。混んでない時なら、天使の城女に会えるかもしれない。レベリ。でも素敵な人で、すごい魔女なんだ。レベリ。知り合いになる。レベリ。レベリ。ルーモス。レベリ。ルーモス。おいおいおい。なんか前回なんかよくわかんねえ、なんだっけな、ルックウッドって聞いたんだよな前回。ああ、敵に追いかけられて困ってたんだわ。あ、テレポーターを、テレポーターが開かない。リーモス、テレポーターが開かない。リベロ、レパロか、リベロ、リベロは S 番か。まあという感じで今日もやっていきます。なんでつかないんだこれ。トモス、ルーモスで。ほら明るくなったろ。俺握手しよう。ルーモス握手しよう。よっしゃ、行くか。ごめん、待った。帰ります。いやー、今日もね、この魔法の世界を遊びたいと思います。あれ、あれ、なんだ、覚えがあるぞ。前回のダイジェスト。ホグズミードに来たらガキは任せろと言ったな。俺は注意を引くだけでいいと。あ、いたいた、ランロク。約束を果たしたぞ。だが早速失敗したみたいだがな。あいつはなんだ、何を隠している。はいはいはい、奴を捕まえられなければ。見たな、これな。お前は用なしだ。それだけ知っていればいい。あれ？待て待て待て。用なしとかじゃなくて、見られましたと。で、はい。ロードゴク、会えてよかった。何か分かったら知らせる。ありがとう、シローナ。元気で。かくまってください。っていうのがあって。帰ろうよね。そうそうそう。そういうこと。え？なんかこれ間違えたやつロードした？なんかよくわかんないけど。まあ、そういうこともあるわな。レベリオ。これは食えんの？お、食えそう。お、食える。カップケーキ。おい、そのまま行ったぞ、こいつ。噛みついてるよ、下に。カップケーキは。やったな、お前な。ほら。ほら、そのまま行ってる、こいつ。ムティク。カップケーキってのはな、紙がついてて、ちゃんと外して食わなきゃいけねえ。あ、これ何？これプリン。レベリオ。これ全部もらっていいのこれ。あ、もう全部いく。すごい。うめえ。うめえ。うめえ。ただ飯うめえ。ただ飯うめえ。あ、なんかある。まあそんな感じで帰りますわ。おい、帰るぞ。
夜はすっかり夜はすっかり外だぜ。シローナがいて本当に良かった。ルックウッドやハーローみたいな悪党相手にすごかったね。何が起きてるのか突き止めたいし、君に教えてもらいたいけど、今はとりあえず城に戻った方がいい。トロールの襲撃の件がウィーズリー先生の耳に入るのは時間の問題だよ。心配させたくはない。わかる。帰ろうか。あ、ファストトラベルで帰っていいってこと？助かるね。これか。あ？談話室。なもんないぜ。なもんないぜ。俺のボキャブラリーにないぜ。あ、あるわ。これか。レイヴンクローの談話室に帰ります。すげえ、これあれじゃん、スタートしてんよ。これでメインクエストが1個終わったのか。なんだか良くないことに巻き込まれた感じがありますけどね。とりあえずこれか。あ、出た。いや、これはまあ一旦置いとこう。メインクエスト。ちょっと待って、第1ラウンドしかないんだけど。違法闘技場の第1ラウンドしかない。違法闘技場行くか、これ。違法闘技場行こう。レンレレンレンレン、あ、なんか受け取った。あ、袋瓶。私のところに来てほしい。グリーンゴッツで見つけた。ロケットについて発見があった。おお、あ、これでメインクエが進んだのかな。レンレレン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 、いくぜー。おお、ルーカン・ブラトルビーと話すぜ。また冒険に出発するの？行ってきまーす。こう、今ね、オープン。レイヴンクローの寮から、ね、出る道細いね。すごい。どの寮もこんな感じなんかな。こんな階段下るの帰り大変やね。まあでも魔法で飛ぶのか、みんな。うぅ、廊下は走っちゃいけません。廊下マップ逆光、逆光とかではないな。廊下は走っちゃいけません。ヘイヘイヘイ、すごい広い、広いです。学校、これ飛べんのかな。こっちはいけない。どこにいんだブラドルビーは。遠い、吊り橋、すごい。レベリオ。分かった。呪いのトイレだって。なにこれ。あ、すごい。貴様が便器から登場だ。ユープラクシアモールが。俺様が便器から登場だ。俺様が便器から登場だ。あいつが名前なんだっけ、もう忘れたわ。来られてよかった。来た。僕か。あっちだ。おう、ここでバトル。待てよ、なんかあったら今。レベリオ、これなんだ。レベリオ、レパロー、違う、レビオーソ、レビオーソ。おお、なんか出てきた。よくわかんねえけど正解を引いたみたい。レベリオ、俺様がピンキから登場だ。俺様がピンキから登場だ。お前か。どうしたの？ガキやんけ。クラブのことをセバスチャンに聞いてね。セバスチャンの紹介ならそれだけで十分。僕は招待制の決闘クラブ、末十字会で調整役をやってる。セバスチャンから紹介されるなんて強いんでしょ。まあな、鼻をへし折ってやったぜ。決闘の素質があるみたい。なら君にふさわしい場所だよ。末十字会って、ま、俺が強いってより周りのレベルを下げてんだけどな。ナロー系だ、いわゆる。
そうやって僕たちは学校一の決闘者を決めてるんだ。それからお楽しみ要素として勝てば賞品がもらえるよ。どうだい？やろうぜ。もちろん決闘は楽しい気晴らしだから。そうだね。それにパートナーと一緒に決闘できるんだ。最初はセバスチャンとのペアで、次からは一人でやるから。足手まといはいらないぜ。ててリングに上がる気になった？おう、ぜひそうしたい。第1ラウンド行こうぜ。 いっぱい盛り上げてよ。一方的な虐殺だぜ。お、すげえ、魔法使いっぽい。あ、言うとりますけども。え、なにこれ。レビオーソ、黄色の盾はレビオーソなの。制御呪文で突破できます。敵を自動で標的にするにはキャプスロックでロックオンして左右で標的を変更します。はい。おお、レビオーソ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 じゃない。あ、ナイス。え、お前、お前やるな。あ、やれ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 。ああ、死ねー死ねー、レビオーソ死ねー。痛くねー痛くねー痛くねー。うらーうらーうらー。何か他に。うわー、レビオーソ、なにー、うらーうらー。よし、観客が少ないのが残念だ。残念だね。すごい、セバスチャンの見立て通りだ。まだ手強い相手もいるけど、まあ、こういうことや。この調子なら次のチャンピオンになれるよ。最高だね、やるよ。もちろん。こういう決闘を開催するのには時間がかかるから、また後で来て、うん、何か用意できるかも。杖十字会での初勝利やったね。お、いい勝負だった。ありがとう。ぜひまた来てよね。いいぜ。俺の相手どこ行ったの？死んだもん。レベリオ。イージーに限るぜ。ここ開けれねえのか。うん、金目のものあるぜ。あ、開けれる。お、なんか服もらった。じゃあメインクエストを進みますか。あかね。明らかにここに行った方が良さそうな。行くぜ。まだ基礎魔法しかないけどさ、これ次の魔法覚えたら取捨選択挟むってことだよな。無理だぞお前。ルーモス。選べないよな。いや、ここ超えれない。今行くよ。ここか。待つ。ルーモス。待つか。あ、来た。どうも先生、会えて嬉しいです。私もだ。無事で何より。襲撃のことを聞いたぞ。ホグズミードにトロールだと？トロールは鎧を着てました。あの暗い光もドラゴンの首輪と同じです。ゴブリンの銀だ。ドラゴンを操るためにランロクが使っておった。だがどうやって、なぜトロールを？狙いは僕です。ランロクとビクトール・ルックウッドの密談を聞いたから。ランロクがルックウッドとホグズミードにいたのか。トロールはおとりで隙をついてルックウッドに狙われたんです。危ういところをシローナと三本の宝器のお客さんが助けてくれました。重大な知らせだ。君を追うランロクのゴブリンと闇の魔法使いの狙いは金庫にあったものだろう。ん？金庫といえばグリンゴッツのゴブリンはランロクと通じてるんでしょうか？思わん。グリンゴッツのゴブリンは決して人懐っこくはない。だが誠実だ。ぶっ殺されてる。あの哀れな銀行家に起きたことを見る限り、あ、哀れな銀行家、グリンゴッツのゴブリンはランロクの信奉者ではない。ロケットじゃないですか？何か入ってたんですよね。ああ、
そうだ、碑文を発見した。声に出して読み上げるとこの地図が現れた。賢い魔法だな。ホグワーツの地図であることは間違いないが、どこにつながっておるかはわからん。これは図書館を示してます。正確に言えば禁書の棚、あとその先にも何か地図上に魔法の痕跡が見えます。君なら何かわかるだろう。行きます。その積極性はありがたい。私も何が見つかるかを明らかにするのは楽しみだ。だがグリーンウォッツの出来事とミリアムの身に起きたことを考えると、私たちの進む道はとても危険だと考えるべきだろうな。だがまずヘキャット先生と取り組んでほしいことがある。でも図書館がそんなに危険ですか？本を探すだけでしょ。本一冊を求めておるだけかもしれんが、備えておかねば。防衛術に磨きをかけたらまた来なさい。防衛術は得意だぜ。ヘキャット先生には知らせておく。使わなくても勝てるぐらいにはな。とりあえずヘキャット先生行くか。プロテゴ。ヘキャット先生のとこ行くか。オグズミードをトロールから守ったらしいけど、ちょっとやりすぎじゃない？なんだあいつは。この辺よく通るな。ねえ、どこかの新入生さんが困ってる私を助けてくれないかな。ちょうどいいね。大丈夫？私のこと知らないの？ゼノビアノークよ。生徒みんなに理由もなく嫌われてる。お、癖が強そうだぜ。みんなに嫌われてる？どうして？ホグワーツにはいじめっ子や意地悪な子がたくさんいるの。リアンダープルウェットは特に最低。才能もないしどうかしてる。友達を作ろうと思って談話室に私のコレクションを持って行ったの。ゴブストーンのコレクションよ。遊びたい人がいるかと思ったの。ゴブストーンは知ってる？ビー玉みたいな小さな玉よ。すごいゲームで、もし負けてしまったら臭い液体をかけられるの。ひどい遊び。匂いがつくゲームか。ちょっと嫌かも。負けなきゃいいのよ。私は負けないし、少なくともそう簡単にはね。はあ、人ってこんなに残酷になれるのね。たかだかゴブストーンに臭い唾をかけられただけじゃない。そもそも負けるのが悪いのよ。イメルダは特に負け際がひどくて、エバレットとアストリアも相当だったけど、そしたらあの負け犬たちゴブストーンをひったくって学校のすごく高い場所に隠したのよ。よく喋るな。さすがに向こうもやりすぎだよ。ほんとよ。とにかくどうやって取り戻せばいいかわからないの。レビ要素で浮かせてあげよう。俺が、まだ必要な呪文を知らないの。誰か手伝ってくれないかな。例えば無欲で才能にあふれた誰かの5年生とか。俺やん。友達はいないの？学校に友達はいないの？あんまり。ナティってこと挨拶はしたけど。出た、ナティ。きりだし。ナティわかるよ。どうすれば隠された場所から。ナティとセバスチャンしかわからないよ。知ってたらとっくに取りに行ってる。私のゴブストーンを隠した人、どうやってあんなとこに登ったんだろう。やるだけやってみる。ありがとう、助かるわ。ゴブストーンを全部見つけることができた。あ、全部集める系ね。これまた私に会いに来て。これでまたすぐスネークピットやジャックストーンができるようになるのね。ボドゲ部ね。ホグワーツボドゲ部ね、この人は。はい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 。とりあえずゴブストーンより先にちょっとゴブストーンじゃないやつ。あ、いた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 。ちょっと待ってよ。レベリオ。レベリオ。ヘキャット先生の話進めないと。これ怖くない？これおう、レパロー。おおおおおノーおおノープリーズ。おおノープリーズ。アクション。
ごい。こんにちは。先生、新しい呪文を教えていただきに来ました。よろしい。あんたは急いで防衛術の課題を終わらせる必要があるとフィグ先生から聞いてるよ。防衛術気になるな。今日はインセンディオ。え？炎の呪文を覚えてもらう。攻撃技やん。松明を灯したり、蜘蛛の巣を焼き払ったり、自分に危害を加えようとするものから身を守る時にも便利な呪文さ。それは便利そうですね。かなりね。だが取り掛かる前に少々課題をこなしてもらおう。中にはびっくりする課題があるかもね。まあやってみてのお楽しみさ。終わったら私の元へ来ておくれ。それからインセンディオに取り組むとしよう。はい。終わったら私のところへおいで。はい。杖十字会で2ラウンド勝利する。オーケー。オーケー。杖十字会は言うほど秘密の存在じゃない。言うほど秘密の存在じゃないんだ。あれどこ行く？とりあえずなんかウェイポイントがあるとこに行けばいいのかな。これか。行ってみるか一旦。合法なんだこれ。やっぱ先生がやってこいって言うぐらいには合法なんだよっ。戻ってきたね。はい、間違えた。やろうぜ。杖十字会の次のラウンドの準備は？もちろんさ。すごい試合を揃えたよ。何？もう一勝負どう？行こうぜ。準備万端だ。やろう。わかった。パートナーと参加するの？俺はソロだ。いや、一人でやる。じゃ、始めよう。足手まといはいらないんでね。負ける覚悟はできた？かかってきなさい。3人がかり？1v3 シチュエーション。やるぜ。はい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 。1v3 シチュエーション。ギャー！ああ、プロテゴ！うらー！死ねー！後悔しますよ。レパロ、直してあげる。ああ、死ねー！死ねー！死んじまえ！死んじまえ！死んじまえ！やめろー！アクション！おー！死ねー！死ねー！レビオーソン！死ねー！硬いこいつ！死ねー！死ねー！ルーモス。死ねー！プロテゴン！うらー！攻撃は最大の防御！プロテゴン！強い！一発も食らわない！プロテゴン！何してくれとんねん！何してくれとんねん！おい！お前死んのかもう！クロット！ルーモス！ルーモス！プロテゴ！ルーモス！ほらー！強い。かけてなくてよかったよ。ブラボー！全力を出した。うん、そうだね。元から君は注目の的だったけど、今のラウンドの後じゃこれまで以上に目をつけられそうだ。次も勝つ気なら鍛錬を怠らないことだね。気を抜いたら命取りになるよ。準備ができたら気がするよ。また後で。いやー、ゴブストーンのための戦いだな。え、ゴブストーン？ゴブストーン出てくんの？次、ブラトルピー？お前？お前や。連続呪文の練習しなきゃいけない。こんにちは。ルーカン、訓練用人形を使ってもいい？もちろん。コンビネーションの練習メニューを用意するね。今すぐやってみる？この人結構重要キャラじゃんね。人形が落ちる前に呪文を全部放つんだ。全部終える前に練習をやめるなら知らせてね。え、なにこれ。アクシオを唱えてから連続呪文4回アクシオ。これ？これが連続呪文。いいよ。
なるほどね。ネパーロ。ネパーロ。レビオス。そうだ。はい。レビオス。アクション。おお、すごい。いろいろある。練習はもう十分だね。いい感じ。格ゲーじゃんこのゲーム。ありがとう、ルーカン。弱点を見抜くなら本番より練習中の方がいい。きっと手強い挑戦者になれるよ。これでこれで終わり。これで武器もらえる新しい。敵キャセンにもらいに行くか。敵キャセン。ください。インセンディオ。めっちゃ格ゲーじゃんこれ。インセンディオまで増えたらやばいぞ。そんなの当たり前よ。その通りね。ほらね。助けたけ。ここ、あれどこだっけ。ここやな。ちゃうぞこれ。あ、レパーロ。レパーロじゃなくてレビオーソ。来た。ここじゃない、下か。猫。最近ホグズミード行きを制限してるんだ。誘惑が。生意気な猫やな。あ、いたわ。いや、お前だ。え、違う。よかったら力を貸してよ。誰だお前。え、やばい、迷子です。迷子です。これで、こう、あ、いや、あ、全然違うじゃん場所。もう俺このマップ一生覚えれる気がせん。基本学内の話なんかな。いやでも箒に乗って空飛べるみたいなこと聞いたから、学内で箒で飛ぶのはさすがに迷惑すぎるから、あんまり学内だけじゃないはず。じゃあ努力が実り、ヘキャト先生、課題を全部終わらせました。食い気味に行く。それは何より。なら、インセンディオを学ぶ準備はできたね。準備というのは？言いたくはないが、不注意で聖マンゴ病院行きになった同僚を何人も見舞ってきた。火は従順なしもべじゃないってことを忘れないように。これまで見たあんたの技能には感心してる。だが、自爆あるってことこれ。切らすんじゃないよ。あんたが燃えて授業が終わるなんてことは避けたいからね。始めよう。いいかい？正しく杖を動かすよう集中しな。はい。集中しな。杖をしっかりと持つんだよ。ほう。ほう。ふっ。ほう。わあ！インセンディオ来た。これで、あ、呪文選択メニュー。おお、すごい。え、お、アバダケダブラ。誰に言ってんのこれ。クルーシオ、クルシメ、インペリオ来た。インペリオ。え、使いたい早く。先生、教えてください。レパーロを変えるか。うん。インセンディオ。わお！本燃えちゃう。え、これ強いじゃん。あ、出た。レビオス。あ、コンボむずいな。ちょ、コンボ練習しよう。レビオス。インセンディオどこに入れるんだろうこれ。アクション。
そうか、インセンディオ入りなんだ。インセンレビオアクション、え、強コンボ、ウォンボコンボ、インセンディオなんかに火をつけるとすレビオ、なるほどね。おい、起きろ、まだやるぞ。インセンディオ、待てよ、これ、なんか言ってた今先生。ちょっと待ってね、ちょ、夢中だからこっちだ。インセンディオ、レビオアクション、オッケーオッケーオッケー、インセンディブレビオ、あー、いかんいかんいかん、はい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 、ありがとうな。これで戻ればいいのか。ここは買ったやん、こんな強い技を教えてもらったら。アバダケダブラあれば、アバダケダブラあれば一瞬なんだけどな、全部こんな面倒なことしなくても決闘クラブ余裕で勝てるのに。そんなこと言って全く同じことしてるじゃない。こんにちは、どこやっけ。もう二度とごめんよ。またこっちか。ここだ。あ、こんにちは。お、なんかあれ、入手。ピグ先生、盾でさえ予定がいっぱいなのに新入生をホグワーツに迎え入れるという都合のある仕事を魔法省に任されました。信じられないでしょうが、5年生です。新学期が始まる前にここに入るための案内役と指導者が必要だとウィーズリー先生は主張しています。その仕事をあなたに任せます。詳しくはウィーズリー先生に聞いてください。え、なんか言われてんだけど。うざ、校長、早くインペリを使わせろよ。クルーシを使わせろよ。でも闇の呪文も使うのは大変だから、やっぱ。ああ、来たな。ちゃんとしっかり苦しめって思わないと使えないから、クルーシを。俺ならいける。先生、聞いてください。ヘキャット先生から防衛術を教えていただきました。そう聞いた。新しい杖によく馴染んでおるようだ。どういう意味だい？彼女や他の教授と連携し腕を磨き続けるように。とはいえ図書館への訪問をこれ以上延期したくない。では向かうとしよう。以後フィグ、仕事だ。出たんだ。来い。校長、生徒もいますし、予定も。後に従え。生徒のことも後回しだ。なんだおめえ。君とオズリックが招いた面倒の埋め合わせをしてもらわねばならないと思うのだが、5分後に校長室だ。なんか言うてますけど。腹立たしい男だ。残念だが禁書の棚への遠征はもう少し後になりそうだな。腹立たしい。先生、他に選択肢はない。我らが偉大な校長を我らが偉大な校長をね、愚かなことだ。耐えなければならない苦労が終わってから君を探す。皮肉めいてる。あ、しゃあないな。これ セバスチャンと一緒に行くのかな。セバスチャンが禁書の棚に忍び込むって言ってたな。お、彼なりの考えがあるのかも。そうだ、便乗しよう。セバスチャンなんだよな、やっぱ違法なこと全部やってるからな、セバスチャンは。なあ、いたね、セバスチャン。会いたかった。トロールの襲撃の後、3本の砲撃でルックウッドたちと何があったか見たぞ。ビクトール・ルックウッドに目をつけられる生徒なんてそういない。何をしたんだ。ちょっとよく分からない。会ったこともないんだよ。他の生徒と勘違いされてるのかも。なるほど。無理強いはしないけど、どういうことかそのうち教えてくれよ。力になれるかも。それでなぜ僕を探してたんだい。フィグ先生のためにあるものを探したいんだけど、禁書の棚にあるんだよ。
先生が自分で行けばいいじゃないか。その予定だったけど、ブラックに呼び戻されて、先生の連絡を待ってもいいんだけど。率先して動きたいわけか。そんなとこ。捕まらないだけの賢さがあれば、禁書の棚も怖くないんでしょ。その通り。今夜図書館の外で会おう。誰にも言うなよ。もしバレたら。禁書の棚を見ててバレたらどうなるかな。罰則だろうな。だから注意しないと。例えば、出た。ポルターガイストのピーブズは避けること。なんだっけ、ピーブズわかる。あいつはやたら物を壊すだけじゃなく、プログラムみたいなのを見つけてチクるのが大好きなんだ。いたいたいた。司書のことはどこまで気にかけるべきなの？スクリブナーは図書館で秘密の活動が行われるのを嫌ってるんだ。だから全力で避けてくれよ。あの人とは因縁があるけど、僕は出し抜けると思う。君はどうかわからないけど。俺の方が賢いぜ。なぜこのゲームをイージーに設定したのも俺だった。また後で。賢さで渡ってきて。来た。え、もう夜だ。え、なにこれ、こっから行っちゃダメマーク？これもしかしてこれ。これどうだ、どういうことこれ。ミニマップ赤いのはこれ何？行っちゃダメマークこれ。なわけ。なわけないよ。早いよ、行っちゃダメマークにしては早い。こんにちは。あ、行っちゃダメマークくせえこれ。でも敵いるぞ。見えるか、あれが目指すドアだ。魔法使いいるぞ。それと監督生に気をつけろ。スクリブナーにチクるのが大好きな連中だからな。見つかるなよ。ステルスゲー。忍び歩きは得意。行こう。ちょっと待ってくれ。知っておいた方がいい呪文がある。目くらまし術だ。入っちゃいけない場所に入るのが便利なんだ。唱えると目の錯覚程度にしか姿が見えなくなる。距離を保って静かにしてれば大丈夫さ。それって透明になれるってこと？ま、そんな感じだ。マントほど確実じゃないけど、あれは高いからな。でも呪文ならタダだ。やってみろよ。目の錯覚程度ってどんな感じなんだろう。俺の方がちょっと身長高く見えたりする。はいはい、きた。目くらまし術ルーモス、ルーモス。え、あ、なるほどね。ルーモス。いくか、いくか、いくぞ。いいぞ。セットしとくぞ、とりあえず。いくぞ。立てちゃダメだ。ルーモス。いくぞ。ルーモス。こちら。近くのボスは怪しい反応の気配を察知すると警戒を始めます。はいはいはい。あ、やばい、バレてる。逃げろ。行くぞ。ルーモス。行くぞ。インセンティオ！聞かない。これたか？まずい。師匠がまだいるぞ。早く本棚の裏へ。行くぞ。あ、これ強い。ほら、どっちだ？こっちか。ほら、着いた。この時間なら師匠はいないって言ってたのに。普段はって言ったんだ。でも大丈夫。僕の後ろに彼女の机があるだろう。はい。鍵はあの机の引き出しの中だ。まずはそれを手に入れる。僕が彼女を机から引き離すから、君は鍵に集中してくれ。禁書の棚のエリアの外で会おう。オッケー。待て、なんで鍵がいるの？呪文があるだろ。アロホモーラ、前は使ってたけど、司書にそのことを気づかれてね。情に対アロホモーラ呪文をかけられちゃったんだ。アロホモーラが解除する鍵がいる。
でも平気さ。我自分ばっか覚えてんな、お前な。君を連れてくって言ったからな。約束は守るよ。OK。行ってくる。ひょーひょひょひょ。そっちだ。そっちだ。ああ。何？捕まりました。おーちょっとむずいて。本当にイージーかこれ。本当にイージーかよこれ。行くぞ。レーマス。レーマス。誰か図書館。ああ。え？行きなさい。強い。師匠強すぎ。師匠強すぎる。うん。こいつやるな。ルーモスってバレるの？行くぞ。あ、近い。あれ本物だ。はっ。ルーモス。誰かいるの？トロールしてる、あいつも。あなたなの？インセンディ。助けてなのよ。おいイージーか、ほんとにこれ。ほんとにイージーかよこれ。嘘やん、わけわからんでこれ。レーマス、誰かいるの？あ、イーブ、あなたなの？お、溜まってるゲージ。うん。悪いね。私は去るぜ。さよなら。レーマス。じゃあな。助かったー。あ、危ねえ。思ったより簡単だ。よし、本物だ。思ったより簡単だったな。なんかあるぜ。それには役立ちそうに見える魔法がかかってる。僕も二度騙された。表紙で判断するなってわけさ。おう、じゃあ行くかい。基礎呪文を使用して隠れた敵や権威者を希望する場所に誘い出すことができます。ほら、やっぱ俺間違ってなかったんだ。俺がやってることゴーストだ、見られるなよ。 OK。レーマス。何探してるの？双子の妹のアンがホグワーツに復活できるよう治療法を探してる。みんなサジオ。危ねえ。なぜ禁書の棚に治療法があるって？ホグワーツの行為ならアンを治せないの？看護師にも病院にも聞いてみたけどね。でも自分で調べることもできる。ルーマス、この件は大丈夫。君の探し物に集中しよう。オーケー。それで探し物は？見ればわかると思う。ずいぶんもったいぶるな。あ、触れる？これ触れない。対面玉みたいなマークついてんの。ノールより静かにするよ。あ、もっと
最も邪悪なる魔術だって。そりゃすごいな。自動で開く本。すげえ、トイレみたい。近づくと自動で開くよ。よし。こんがらがっしゃん。なんだあれ。アクション。あ、レビ要素欲しいな。レビ要素。おお、来た。これレアですよ、多分ね。あんま来れないから。ね。レーモス。あ、これもレアですね、これね。お。一体誰なんだ。出た。一体誰なんだ。スパシャルセロス。小さな新しい言葉が立ち入り禁止物をついてる。悪い子、悪い子。捕まるぞ。おい、ビーブス、いいか。言ってやる。言ってやる。言ってやる。ビーブスめ、奴を止めないとまずい。それかせめて師匠と話して言い逃れしないと。危ないことはやめて。いや、まさか僕を師匠に突き出すつもりじゃないよね。そんなわけないだろう。友達に勝ちを作るのが好きでね。さあ行くんだ、幸運を。お、あのポルターガイストめ、どこへ行ったんだ。やるね。行ってやる。行ってやる。レパロ、レパロだね、これ多分。レパロ、どれだ。これか、これだ。レパロ。ルーモス、こんにちは。まだ先だ、これ。ちくしょう。うわ、すごい。まがまがしい、もう。まがまがしいエリアに来た。やっぱり古代魔術の痕跡だ。なんかある。この部屋には何かある。待てよ、これはインセンディを覚えておく必要が。行くぜ。やった。あ、すごい。何これ、このゲート入っていいのかな。いいか。ああ、なるほどね。これはどこだ。お、すげえ、歓迎されてる。オープン。うわお、マフラー。こんなとこに入れるな、大事そうに。もっといいもん入れとけ。アテナエウム。え、なんかすごいとこ来ちゃったぜ。え、レベリオ。え、ああ、終わった。出れない。え、これ何？最初墜落したとこ？レベリオ。レベリオ。ルーモス。動いた。あ、すごい。レベリオ。レベリオ。だよね。バニーの仲間じゃん。これなんか敵だった。やばい。え、強っ。うん。暗いな。ルーモス。暗いな。待てよ。骨董品パンチ。必殺をやりたい。おい、おい、なに。ふっ、やー、プロテゴできない。ふっ、てめえ、見てろ、俺のコンボを見せてやる。行くぜ。はぁ、1、2、3。間違えた。おい、1、2、3。おい、おい、1、2、3、4。あ、なんか途中でちぎれちゃった。プロテゴインセンディオ。プロテゴインセンディオ、これ強い。古代魔術メーターとかある。あ、なるほど。あの X を押したら殺せるやつもこのメーター使ったんだ。
いるやん、明らかに。格ゲーだマジでこれ。アクション。あれは？あれは取れない。あれはなんだ？アクション。レベリオ。レベリオ。時間があるやつ。ノーウェイ！あ、レビオーソー！危ねえ！何やあいつ。ちょ、難しい。これで。おお、おお、おお。道が続いてるようだけど、どこに。レベリオ。レベリ。よくわかんないけど、行けたぜ。これも。なんだ。あ、違うわ。あれでいいのか。罠だね、これは。ゴリオス。ゴリオス、これ。ゴリオスが正解なの、これ。行くか。ここまで来た。あ、危ない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 。おお、ストライフ、うまっ。こんにちは。レベリオ。めちゃめちゃ敵おるやん。めちゃめちゃ敵おるやん。アクション。え、敵は奥の2人だけか、これ。レベリオ。レベリオ来い。一人飛んだ。うおー、おりゃー。1、2、3、浮かせて。1、2、3、引っ張って。1、2、3、4。あー、うれー。これでうっぽー。強い。あ、まだいる。ふぅー、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 ふぅー。まだいる。あー、雷。おっ、強い。あお、すごい。待って、しーちゃん、しーちゃん、しーちゃん。コンボ楽しんでる場合じゃない。はあ、インセンディオ。弱っ。こっちは楽しんでんのに。はい、引っ張って。はいはいはい。ルーモス。ルーモス。決め技はルーモス。決まり手はルーモスでしたね。見つかったのは本か。ルーモス。あったわ、ちゃんとハエが描かれてるね、表紙に。あ、姿くらましした本が。すごっ。どういうこと？コマンドブロックみたいなもんなの？つまり。お、すげえ。最初のムービーの人か。最初に顔つけた時と同じ人だ。
こだいここは。カビが生えてる。ああ、なるほどね。干ばつに困ってるから雨降らしたんだ。うわ、花。NPO 報酬みたいな感じ。すごい。え、もう全部アンギャせよ。もっと君たちはもっとアンギャせよ。ああ、花粉症だこの人。かわいそうに急に花が生えたから。そういうことか。仕方ない、でも花粉症はしゃあないからな。この人は誰なんだ。なんか意味深に顔面結構映されたな。あ、この人じゃん絶対。お呼びですか。違うか。フィッツジェラルド先生。イシドーラ・モーガナーク。同じ顔面じゃない。違うか。よく来てくれた。違うか。ルックード先生。バカ先生。バカ先生。どうやらホグワーツの生活にもすっかり馴染んだようね。ええ。それはよかった。5年生で転入してくるなんて異例尽くしだったから。仲間やん。偶然だが私もホグワーツに5年生で入った。え、パーシバルだってこの人の前。聞いたことがないよ。パーシバルだってよ。モーガナーク君、君は何年も前に我々が君の村で見た美しい渦というものについて聞き取っていた。あ、やっぱ同一人物なのか。すぐにピンときました。あの、あ、同一人物だ。ありがとうございました。気にしないで。ええ、あたり一面に魔法の渦が見えたんです。父には。あ、こいつも古代魔法が見えるってことじゃ。ましたけど確信がありました。それは空想ではない。パーシバル、いえラッカム先生もそれを見ることができるのよ。古代魔法見えたら5年編入してくるんだ。何なんですか。ささやき声や痕跡のようなもの。古代魔術か。ある種の古代魔術に関連している。友達やん。イシドーラ。それは操る。バカ。僕はそのものが古代魔術を守る砦なのだ。なんか聞いたことある声だな。痕跡が見えるなら私にもそれが使えるってことですか。きちんと訓練すればな。だがあまりことを急ぐのはやめよう。サンバカじゃん、しかもこいつ一人でサンバカ背負ってる。受けたければまずはホグワーツで教えている魔法をすべて覚えるんだ。一人なのにサンバカ。この魔法は大きな災いを呼ぶ危険があるものよ。限られた人に留めておかないと。今日ここで話し合ったことは決して口外しないこと。いいわね。肯定してないうん、うんとは言ってないぞこれ。まずい。全然言うぞこれ。セバスチャン。なるほどね。もう金書の棚にまた忍び込んできたの。いつまでいたずらに付き合わせる気。罰則くらいでは足りないよね。アバダキザブラ。校長先生に報告しますからね。出たな。ドラッグリーブズによるとあなた今夜は一人で来たわけじゃないそうね。誰かに命令されてやったなら教えてちょうだい。あなたは賢い。バカはやめなさい。誰もいません。僕だけです。かっけ。ああ、セバスチャン、おじ上が何と言うかしら。セバスチャン、やるね。しゃ、じゃあ俺も帰りまーす。おはようございます。
あの人スリザリンなんだね。でもとりあえず帰りましょうかね。バタービール一杯おごるか。やっぱバタービール一杯おごろう。そんぐらいのことはしたな。さすがだぜセバスチャン。ちょうどバタービール一杯分ぐらいの働きはしてくれた。はい、おはようございます。これ本持ってきたの？これ本をフィグ先生に見せるって言って。インセンディオ！ゴブリンがルックウッドと手を組むだと。そんなおかしなことがあるか。これは少なくともかなり異例だと言えるな。ルーモス。異例？ありえんことだ。これは、フィグ、君に訪問者だ。はい。調べてみるとするよ。うん。先生がブラック校長といる間に禁書の棚を調べられました。探してた本があったんです。ありましたよ。なんだと？そんな、待てよ。禁書の棚に行っただと？だがどうやって。あ、いやいや、詳しくは聞かない方がいいかもしれんな。わかりました。実は地図にあった通り本は禁書の棚の下にありました。一通り聞かせてもらうが、まずは見てみよう。お、ああ、なんと抜けているページがあるようだ。本当だ。誰かが先にこの本を見つけたに違いない。だがもう少し残りのページを調べてみよう。多少時間はかかるだろうが、何か情報があるかもしれない。ちぎられてやがる。なぜホグワーツの下にあったのだろうな。わかる気がします。本を見つけた時に2つの記憶を目にしたので。またペンシーブか。なんてことだ。前に見たパーシバル・ラッカムはここの先生でした。一つ目は彼と3人の教授が古代魔術で干ばつの被害を受けた村落の復興をようやくしてくれるのを助かる。二つ目は先生たちが5年生から入学した生徒と話していて、その子も魔法の痕跡が見えるようでした。なぜその記憶を。答えはこの本にあるかもしれんな。ロンドンに持っていかねば。校長にジョージの死を魔法大臣に説明するよう求められておる。オズリックさんの死はどう伝えます？どこまで話すべきか。ジョージはランロクのことで魔法省の説得を試みたが無駄だった。今まで通り動き、さらに情報を得るまで詳細は伏せておくべきだ。これは直感だがね。わかりました。先生がいない間にページのこと調べておきます。勉学にも励め。君の杖さばきは日ごとに上達しておる。ありがとうございます。だが薬草学と魔法薬学に力を入れなさい。呪文を唱えるだけが魔法ではない。やるべきことは山積みですね。いいぞ。私が戻るまでに何をなすか楽しみにしている。それと友人をおろそかにするな。彼らからも驚くほどたくさんのことを学べる。はい、レベリオ。レベリオ。うん、なるほどね。一旦調合とかの方の授業もやってみたいな。なんかあったよな。ウィーズリー先生、フィグ先生が戻ってくるまで生徒として生活する。今まで生徒として生活してなかったってのがや。ふざけんなよ。ゴブストーン探す。いやでもゴブストーン、これさ、飛ぶ呪文がいるんでしょ、これ。これ絶対あれじゃん。ウィンガーディアム・ラビオーサ。ローワー・ホグズフィールドに。ウィンガーディアム・ラビオーサ。ルックウッドとハーローのことを話したいんだけど、城の外の方がいいと思う。オッケー。すぐ行く。今暇だからね。ウィンガーディアム・ラビオーサ。
あなたのはレビオさ。おう。君の闘争心を試す時が来た。なんかどんどん来た。新たなチャンピオンの誕生か。うわすごい。最終ラウンドで出る気ならいつもの場所に来て。ええ。練習人形もまだ使えるよ。ええ、ブラトルビー。ブラトルビー行こう。フィグ先生。あ、どんどん話しかけてくる。あんたに防御呪文を教えて言われた。え、また？助かる。課題が終わったら教えて。できません。やり終えたら私の教室まで会いに。めっちゃ来てる。すげえ。はい。OK です。まあ、一旦あ多いな。あすごい結構あるぞ。ああはいはいはい。ローワーホグズフィールド。なるほどね。すごい。広。とりあえず。あ、エクスペリアームス来た。武装解除、武装解除だね。え、ブラトルビー、え、ブラトルビーやろうぜ先に。え、武装解除でさ、処理しようぜ。これだわ、行こう。解放型のクエスト、回避ロール、終わった。回避ロール、あ、これだ、なんか使えたわ。これか、こんなのあったんだ。操作多くてむずいんだけど、このゲーム普通に操作多くてむずい。え、でどこで敵と戦えるんだ。敵なんてどこにも、敵なんてどこにもだぞ。あ、でもあれか。決闘で、そうやればいいわ。決闘しに行こう。エクスペリアームズより先に決闘しよう。行くぞ。レッツゴー、レッツゴー。決闘に限るね。あ、これか。決闘場遠ない。意外と遠いんよね。うわー、ドッジロールサイドボタンに設定したいな。あ、どこ来た俺。めちゃめちゃ遠いじゃん。どこいんのこれ。サイドボタンにドッジロール入れるか。設定、はい、ここでキーコンフィグいじります。一旦ゲームセーブしとくか。コントロール、ダッシュ、早く飛ぶ、あ、なんかいろいろある、すごいな、いろいろある。アロホモーラのミニゲーム、ピッキングってことか。いろいろある。あ、ウィンガーディアムレビオーサ、あ、ウィンガーディアムレビオーサ、すごい。あ、回避あった、これだ。これでロックオンもこっちがいいや。 OK、よしよしよし。あー、便利になったー、便利になったー。ルーカン、杖十字会の最終ラウンドは準備？今日は大勝負だ。全てはこのためだった。君の訓練と熱意が優勝にふさわしいかどうか見極める時が来たぞ。おう。さ、覚悟はいいかい？いいぜ。もちろんだよ。わかった。パートナーと参加するの？
俺はソロだ。一人でやる。じゃあ始めようか。迷惑はかけられねえ。俺の勝負は俺の勝負だ。絶対に勝ってやるぞ。そう来なくちゃ。選手権ラウンドやろうぜ。インセンディオね。オッケー。うおー、インセンディオ。おいで、おいで、おいで。あー、インセンディオ。おいで、おいで、おいで、ほら、おいで、おいで、ほら、おいで、ほら、おいで、ほら、ルーモス、ルーモス、インセンディオ。走るか、走るか。インセンティオ、あ、撃てね、インセンティオ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、お前生意気だな。お前生意気だな、さっきから。インセンティオ、アクション。お前もう生意気だ、一旦外そう、これ。よしよしよし。来なさい、来なさい、来なさい、ほら。来なさい。待って、お前。インセンティオ。オッケーオッケーオッケー、美味しい美味しい美味しい。あと何回だ、あと何回、あと何回当てればいい、これ。おいしい、ここ、すごい。あ、でも一人やってる、すごい。おー、あちょー、これもうインセンディオは十分だ。いいな、俺は10回避ける必要があるからね。おお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 おあ、死ねえ！うわ、これぶつけといてやる！死ねえ！死ねえ！オッケーオッケーオッケー。あ、まだ生きてる。こっちにおいでー！硬いな、お前。うらー！うい！ふぅ！やるんか、お前。お前やるんか？やるんか、お前。お前やるんか？やるんか？ジャストガード、おいおい、浮かべ、こっちにおいで。あ、寝てる場合じゃねえぞ。強い。観客が少ないのが残念だ。残念だ。大勝利だね、トーナメント制覇だ。こんなのほんの肩慣らし程度だね。学内一の選手でも物足りないならダームストラングにでも転向したらいいんじゃない。ダームストラング、それじゃ勝者に商品を。では最高の決闘者である君にささやかだけど素敵なこの証を授けよう。え、ありがとう。ありがとう、すごく光栄だよ。実力だよ、決闘者として文句なしだ。トーナメントの優勝者も決まったことだし、いつもの学校生活に戻らなきゃね。植物はどうしてるかな。もうずいぶん世話をサボっちゃったよ。うっ、出た、服もらえた。オッケー、装備しとこう。え、待って、回避ロールで敵の攻撃を避ける10分の9なんだけど。ふざけんなよ、もう一回やろうよ。せやん、もう一回やろう。足りてなかった。これはどこでもらえたんだ俺。もうもらえてんのかな、これもうもらえてるっぽいな。着替えようぜ。いろいろもらってるな、やばこれ。やば、攻撃力上がるんだけど。さすがにこれじゃん、ハンドウェア杖の。なにこれ、え、杖の、え、セレスティアルブルー。うわ、いやだな。帽子、え、ロビンフッドじゃん。ネックウェア、あ、さっきもらったやつだ。あ、まあありかもね、マフラーは。これはなんだ、なんか強そう。でも出た、ああ、え、これめっちゃいいじゃん。
なんだこれ。カジュアル。これいいじゃん。で、服装は、はい、これ。なんだ、さっきのあれはないの、あの、なんだっけ。決闘者の。決闘者のやつみたいなのないんだ。外観を変更。あ、なんかあるわ。あ、これだ。あ、そういうことか。これで選べるんだ。え、これじゃん。こっちだわ。うん。うん。あ、これじゃん。え、敵やん。絶対敵やん。めちゃめちゃ敵やんけ、こいつ。嘘だろ。はいはいはい。あ、いいやん、いいやん。あ、いいやん、いいやん、いいやん。これ帽子もさ、だ適当なの選んで。うわ。海賊？ダメだろこれ。こんなんいちゃダメだろ。あ、これ絵の柄はないんだ。メガネは普通のメガネでいいな。これやばいわ。え、なんか変なのになった。ちょっと待って、ぶちやね。やばい。なエピックスキンみたいな。マントがエピックスキンみたいになってる。動く。一旦これにしとこう。ちょ、インナーだけ気取っとこうね。あ、なんかちょっと強そうになったな。豪華になったわ。うん。危ねえ。最強の決闘者が勝ったってことね。こんにちは、ルーカン。訓練用人形を使わせてくれる？いい心がけだね。今回は少し難易度が高いよ。いい？これちょっとやってみよう。難易度とかあるんだ。早速準備する。本当に。人形が落ちる前に呪文のコンビネーション全部。これコンボ教えてくれるからいいかも。全部終える前に練習をやめるなら知らせてね。え？アクション、インセンティブ、レビオン。強いのかこれは。いいよ。これは強いんか。レビ要素を唱えて、1、2、3。インセンティブ。どうなんやろ。強いんかな。アクション、インセンディブ。あー、これいい。これいい。ショートしてる。 What？ 待って、今のは、ショートしてない今。アクション、インセンディブ、レビオン。おいて、あー、無理。ちょっと待って。 OK。むずくね、これ調整しなきゃな。こっちにおいで、ポーン、ポン、ポン。はぁ、アクション、1、2、3。あー、最速で打っちゃダメなんだ。いくぞ。アクション、インセンス、1、2、3。はい、1、2、3。はい、1、2、3、4。これやばいな。そうだ、すごいな。君とは対戦したくない。ただの人形だよ。あれはただの人形だよ。うん、だけど手強い人形だ。本当だよ。え、むずくね。すごかったよ。
ダミーももう君とは戦いたくないだろうね。トーナメントを制覇しても練習を続けるなんてさすがだね。その調子で頑張って。え、待って、覚えてない。もうアクション、アクション、これインセンディを1、2、3浮かして、1、2、3、これ1、2、3、4。アクシオ通常、アクシオ通常、インセンディオ通常、通常、通常、レビオーソ通常、通常、通常、アクシオ通常、うん、アクション、インセンディオ通常、通常、通常。むずっ。これ、人に向けることあんの？ちゃんと覚えてるかわからん。あとは、村行かない。あ、待てよ、これ薬草学の授業を受けようぜ。おう、君は無敵だね。はい。え、何してんの？無敵だぜ、ここでは。ここでは無敵だぜ。陰線。おお、すごい。いいね、なんかこういうギミック、ギミ感でいいね。あ、あった。ふざけた銅像だぜ。ヒョロチョウラ、ヒョロナガラックラン。ヒョロナガラックラン。本当に？この学校広いよな。なんかすごい作り込まれてるよね、このゲーム。まだ全然序盤だけど、多分まだ全然序盤なんだろうけど、なんかすごいな。俺も作り込もうかな、何かを。植物学って行ったことあるか。行ったことない。え、何これ、温室じゃん。え、バナナワニ園じゃん。あたがはバナナワニ園じゃん。来たぜ。まさかまた辛味玉ねぎとか。うわ、絶対食虫植物だ。おはようございます、先生。また会えて嬉しいわ、レノーラ。さあ、これを今日の授業で使うものよ。え、何これ。これはおばさんに。ひとふ、バナナひとふさねじ曲げたみたいな果物。え、うまそう、あれ。こんにちは。ガーリック先生。みんな、庭に加わった香ばしいやつだな。紹介するわ。一緒に成長しましょう。庭に加わった新しいバラを紹介するわ。こうしてみんなが戻ってくれて最高の気分。スナフキン、今年も素敵な出来事がたくさん待っているわ。だけど薬草学では知識を培うことが一番大切なのよ。この人本編に出るんだ。賢い薬草学者は読色種草もぴょんぴょん球根も決して恐れたりしない。うお、やば、グロすぎ。俺ね、無理。それでは植物、植物無理。今日みんなに扱ってもらうのはマンドレイクの根っこと呼ばれる素敵な球根状の植物よ。無理。アクシオ、アクシオ。さあ、繊維質のお友達を快適にしてあげましょうか。まず耳を守りましょう。マンドラゴラ、マンドラゴラなの、これは。声聞いたら死ぬよ。それじゃあみんな、一個抜いたら叫ぶよ。ツルを掴んでぐーっと引っ張ってみて。はい。同時に引き抜くのよくない。急いでね。マンドレークを新しい鉢に移して上から土をかぶせるの。はい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 。
地は暖かく泥だらけの毛布のように根っこを包んでマンドレイクをおとなしくさせてくれるわ。知らずに引っこ抜いたらやばいじゃん。便利。何回これされてんだろうな。ごめんなさいね。あなたのは少し成熟していたみたい。それでは始めて。みんなとても上手よ。レパロー。じゃあ次の課題よ。鉢植え台に花ハッカを植えてもらいます。始めてちょうだい、はい、先生は新入生とちょっとお話しするので。ああ、私は違うのね、はい、うん、ヒッポグリフって庭柳好きかな。はい、先生。マンドレイクの剣は見事だったわ。あれはとても扱いの難しい植物なの、うん、楽しかったです先生の情熱もわかります。楽しかったですはやばいね。ありがとう。どうやら自然に薬草学を好きになってくれたようね。った方がいい。それじゃあ次は花ハッカを植えると言ったわね。種を探しましょうか。もうあります。ホグズミードで手に入れました。マジックニープに行ってきたの。用意がいいわね。やる気のある生徒は必ず花開くわ。この教室に鉢植え台を用意したから使ってちょうだい。直前に言われて慌てて準備したのよ。今種をまいておいて後で収穫に戻ってらっしゃい。たっぷりの土と日光があって魔法の力をちょっと借りても成長には時間が必要よ。うん、いやすぐ育つ魔法がないんだ。使ってヤグルマギクの生け花を整えようかな。癒しの力を持つ花ハッカはウィゲンウェルド薬の要ね。あ、10分じゃん、早っ。いや10分はあんまカップラーメンよりは長いけど余裕だろ。よくやったわね。収穫できるようになったら花ハッカはウィゲンウェルド薬で使える。詳しくはシャープ先生が教えてくれるはずよ。さあ少し違うことをしましょうか。他の植物を紹介してあげる。その名も神々白菜よ。一部の植物は大鍋に入れない方が役に立つんだとわかるはずよ。神々白菜。白菜は噛むものがないと不機嫌になるのよね。幸い噛ませておくおしゃぶりがあるから。白菜が噛むの。ちょっと噛ませてやってくれるかしら。白菜が噛むんだ。別の温室にあるわ。この部屋から続いてる歩道橋の先、同じクラスのミスタープルエットが一緒に行ってくれるそうよ。終わったら私のところに会いに来て。ああ、それと指を噛まれないように注意してね。いろいろ言われたな。お前か、プルエット。種をまかなかったんだろ。違ったわ。なら今すぐ撒いておくべきだよ。効かんか。インセンディブ。ミスターガーリック先生はミスタープルウェットの扱いに気をつけてほしいよ。フィグ先生どうしたんだろう。プルウェット、ほとんど教室にいない。ユウ、なんだかおかしいわ。ユウ、ユウ、ユウだ。マンドレイクで自分の身を守れるユウじゃない。想像するだけでゾッと。上にいるわ。あ、上にいるわ。行くか。あ、上か。行くぞ。闇の魔術の防衛術はすごかったじゃないか。え、何？セバスチャンとの決闘さ彼は強い。突然話しかけてくるんだけど。相当強いと思ってる。そんな彼を打ち負かしたんだ。すごいよ。そう、気が散る気が散る。それは分かんない。どう行くのこれ。セバスチャンに勝てそうだったんだ。こっちか、こっちだ。でもヘキャット先生に止められてさ。ドラゴンのドクロが君に当たるのを防いだろ。スイザリンらしいよな。ドラゴンの頭蓋骨を。もらっていいのこれ。グリフィンドールは誇りを持って戦うのに。なんだお前。あ、こいつグリフィンドールだ。レイヴンクローもさ、ついたぞ。神々白菜の葉。さ、白菜をいくつか取ってみなよ。やば。噛まれないように気をつけろよ。指噛まれるとかいう次元じゃねえぞこれ。レイニーさんが戻してくれたから。同じ目には合わない方がいいよ。あのダミーが見える。やば。白菜をあれに投げてみて。あとは任せればいい。あ？神々白菜で練習人形に攻撃する。あれ見ろよ。た。目に入るものに片っ端から食いついてるぞ。強っ。去年母さんがニワコビト対策。グレネードやん。これ痛い。ニワコビトを駆除できたけど、ラッパ彗星を痛くない。されちゃってさ。なかなか凶暴だろ。僕好みなんだ。間抜けな腫れ草やピョンピョン球根と違って、戦闘で頼りになる植物さ。
一人じゃ無理とは言わないけど、人形じゃなかったらって想像してみろよ。人形をボロボロに噛みちぎったからってゴブリンにも通用するとは限らないんじゃないかな。人形を下に見てる節があるから埋めていくわ。ホグズミードにはトロールがいたりするだろ。人形は人形だろ。いざとなったら油中の野菜を投げる場面もあるさ。ドッグイード&デスキャップにもっと置いてある。ご両親が庭に植えないような他の植物もね。そんな感じだよ。さ、そろそろ授業に戻った方がいい。ごゆっくり、また授業で。あ、この人はついてこないんだけど。本当に白菜が好きなんだね、あの人は。でもこのグレネードでしょ、つまりこれ強いな。いきなりもらえるのやばいな。ここあれだね、いろいろ取れるんだな。ちゃんと徘徊して集めなきゃいけないとこじゃん、素材。どうせ常にドラゴンの皮の手袋をつけるべきなのか分かったところで、今回の授業は終わりにしましょう。ミスタークロプト、ごめんね。取ってきたよ。私は人間より植物の長男。先生、神々白菜の世話をしました。素敵な植物でしょ。あまり暴れてないといいんだけど。噛まれた跡はないわね。指も全部ある。いいわ、こっちの素質もなかなかね。あなたの土いじりの技術が花開いていくのが楽しみだわ。ありがとうございます。でもそこまで正直にないかも。手間をかければそれだけの実りが得られる分野よ。私たち薬草学者はよく言うの。丹精込めてお世話すればその分答えてくれるって。魔法の方がいいからな、うん、でもそれで全部みたいね。じゃあ今度はおしゃべりをしに寄ってね。生徒の話を聞くのが私の楽しみの一つだから。よーし、危ないよ危ないよ。アンドレイクが新しい鉢に満足してるといいね。まだ耳がキンキンいってるよ。何かを育むにはとりあえずここで5分待つか。これは植物でも友情でも同じよ。優しさと思いやりは温室でも大広間でも大事なものよ。レベリオ。あ、すげえ、もげる草教えてくれる。これレベリオもらっとこう。勝手にもらっとこう。お、ガーリック先生、気遣ってくれて本当に嬉しいわ。気遣ってくれて本当に嬉しいわ。それにイチゴが私の大好物だと覚えていてくれたんで、とっても甘くてマグルが大好きなのもうなずけるわ。あなたが栽培するものはビタールートからベリーまで何でも質が高い。私の姪っ子はあなたに使用されている間、この技を身につけてもらいたいものだわ。レノーラはあなたのこととても気に入っているのよ。生徒たちはみんなそうでしょうね。これからもどうぞよろしく。エレアノア・エバレー。ポーン。レベリオ。これ10分絶妙に長いぜ。帰るぜ。バイバイ。これで一応授業を受けたのか。ああ、もげんじゃん、もげんじゃん。満月草。なんか麻痺とか治せそうやね。よっしゃ、次行くぜ。グレネードもらったしな。これまだある、もしかして。ああ、魔法薬学。あ、そうだ、あったわ、なんか。一旦、授業系いっとくか。一旦授業系いくわ。ポーションクラフト得意だよ、俺。やってたから。わかるよ、あの植物選んで本当のことだね。すり鉢でこすりまくればいい。よーす、あ、すごい、ぽいぽいぽい。こういうとこでやるよね、やっぱね。魔法薬学は教科の中では特に困難かつ危険な科目だ。ミラも5年生になったのだ。規律と知性をさらに高めていくことが求められるぞ。
今学期はまずウィゲンウェルド薬の調合から始める、はい、ミスタータッカー、この魔法薬が重宝される理由について説明してみたまえ。はい先生。ウィゲンウェルド薬は様々な傷の消毒だけでなく治癒にも使えるからです。癒せる傷もあるが全てではない。レイヴンクローに得点だ。今日の授業が終わるまでにウィゲンウェルド薬の調合を君たち全員にやってもらう。みんな口で言うだけだからだ。本当に得点してくれてるのか分かんない。必要になるか分からんからな。さあ始めたまえ。あ、これもう実習みたいなもんだろこれ。おお、もうや、お、出た。すり鉢、すり鉢。均等な動きですり潰すんだ。任せろ。すごい勢い出ます。調合には細心の注意を払うこと。アナハッカを一つまみ。大惨事だ。ソルトバエ。いっちゃう。やば。こんなギリギリ？すごい。あれやね、なんかお風呂にハッカー油入れるときみたいな。ねえ、でもこの量生産できんのか、一気にすごい量生産してたね。大部分は正しい混ぜ方を覚えていたな。うん、これは調合しやすい魔法薬ではない。よくやった。最近の活躍を聞く限り防御の効果があるエデュラス薬の調合も練習するべきだろうな。ウィーズリー先生がピピンからレシピをもらえと。はい、はいはいはい。当面は私の部屋で材料が見つかるだろう。だが次からは自分で材料を用意するように。薬草学の授業で育てた植物から収穫し珍しいものは購入する。だが他の材料は手に入りにくいかもしれない。もう少し工夫が必要だ。調合が終わったら持ってくるように。初回が運なのか実力だったのかを見てやろう。運だぜ。工夫、工夫って言われたらレベリオ。とりあえずもらっとくか。え、金やん。金目のものや。君、シャープ先生の部屋に入っていいと言われてたよね。何や君。そうだよ、別の薬の材料を取ってくるよう言われたんだ。すごいや、君は滅多にないチャンスを授かったってことだね。え、この人もウィーズリーじゃん。僕はギャレス・ウィーズリーだ。恥ずかしながら魔法薬界の神童って言われてる。自分で初めまして。あれ、ウィーズリー先生は親戚なの？恥ずかしながら神童なんだこの人。おかげでいつも監視の目が光ってる。でもずっと見張ってるはずないからね。聞いて、エデュラス薬なんてトロールほどの頭があれば誰だって作れる。実は今すごい魔法薬に取り組んでるんだ。でもたった一つ最後の材料が足りないんだよ。僕の出番ってことだね。君は切れ者だね。欲しいのはフーパーの羽一枚だ。君はシャープの部屋に入る許可を得てる。代わりに持ってきてくれないか。わかった、うん、先生がなくしてなければいいんだけど。工夫しなきゃ。それはないよ。フーパーの羽はそれほど貴重じゃないんだ。早く完成した魔法薬を見せたいよ。羽を頼むね。おーす。忘れるな。レベリオ。レベリオ。え、もう終わった。すごい。あ、何これ。連絡表1875年12月31日闇払い局。ボージン&バークスについて。ボージン&バークスで営業時間外の活動が増加している。特に真夜中過ぎに店の裏口に怪しい荷物が配達されている。店の評判については我々もよく承知しているため監視の闇払いを増員するつもりだ。また追加する人員には金も含まれている。ご主人者がよ。おーん、お、すごい。レベリオ。他はお金ももらっとくか。これポーションの材料だからな、言ってしまえば。これで材料を買えば。調合台は整理整頓することだ。はい、フーパーの羽だよ。最高だ。調合するのに少し時間をくれ。いいぜ。君はエデュラス薬の調合に戻れ。こっちの薬が完成したら声をかける。
戻っていいですよです。うちの聞き方がなっとらん。レギュラス薬。え、俺犬の毛皮なんてどこで持ってんのこれ。すごい、自動？自動だ。すげえ。からゼニアオイルを加えて、それで、あれ？どうなってるんだ？大丈夫？ルーモス。待てよ、おかしい。おい。わ、すごい。何が起きた？楽しそう。ガレス、さすがね。振動。振動。これは振動だ。先生。グリフィンドールから減点。ああ。こいつトロールしてんの？グリフィンドールで。下げらん？グリフィンドールの下げらん？先生は闇払い時代にいろんな経験をしてるはずだ。そういう話を聞きたいの。これはミスター・ウィーズリーだけの仕業ではない。共犯者も出てきてもらうとし。はい。言われた通り。エデュラス薬を作りました。その暇があったとはな。ミスター・ウィーズリーの手伝いでかなり忙しそうに見えたのだが。申し訳ありません。すみません。友達を助けようとしただけなんです。自分の行動の責任を認められるのは。おー、危ねー。危ねー。俺はサゲランの引き分けに持ってく。今日の大鍋での課題については、いい出来だったと言っておこう。君を見くびっていた。やっぱ学生なんて素直であればいいから。やっぱ君は新入生だからな。ご期待に応えられて嬉しいです。学生なんで、ね、なかなかできないことだ。ただ素直であればもう何でもいい。失敗はするか。様々な材料の組み合わせをしっかりと把握するだけでなく、材料そのものの理解も必要だ。薬草学には特に身を入れるように。ここでの調合に必要な植物も育てるからな。さあ、調合を練習できる場所を探したまえ。熱い大鍋を置くには場所をよく選ぶ必要がある。以上だ。ん？今日の騒ぎはこれで十分だ。作れんのかな。授業は終わりだ。ああ、そうか、なんか言ってたな。なんか足りねえわ。ポークランプの体。魔法生物があんな目に遭うのは嫌だ。おい、おめえ。面白い授業だったね。何してくれとんねん。君のおかげだ。予想とは違ったけど最高だったね。助けてくれてありがとう。君が魔法薬を提出した時、シャープは嫌な顔してなかった？責任を取るとか言ってたからさ。先生は怒ってたけど解決したよ。大丈夫。よかった。後できっと笑ってくれただろう。あの不愛想なシャープだってこれまでに魔法薬を爆発させてきたはずだ。もう行こう。今度話す時は絶対爆発はなしだ。爆発はなしだなあ。ウィゲンウェルド薬で怪我を治せるって言ってた。あ、この人さっきもいた。使うことにならないといいけど。こいつ同じ授業取ってるな。バイオレットマクドベレベリオ。おお、すいません、もらって帰ります。これ闇払いバッジ、もらえた。よし、これで次会いに行くのか。そう、エクスペリアームス欲しい。ナティに会いに行くか。あ、でも植物回収した方がいいのかな。植物回収していった方がいいか、さすがに。どこで回収できるかわかんねえ。どこで回収できるかわかんねえ。天文学。なんで。王室だ、これだ。さすがにここだろ。私が煙突飛行ゴナを発明するまで、ここや、ここや。来た。ファストトラベル空いててよかった。どっから入るんだい？ふぅ。これあれじゃん。神々白菜。神々白菜。おお、すげえ！レベリオ。さっ
サボテンあるんだこの世界。すごいね、ちゃんとしてるな。分かってるな、サボテンがあるの。あ、できた。え、なにこれ、無限に生産されんの。最強じゃん。一旦ワールドマップ見て。ふう、遠い。どっから行くんだこれ。一旦追跡しよう。で、これ見て、ここに飛ぶんよ。あ？ここに飛ぶんよ。行くぞ。でも全然外出てないからな。まだ1回しか外出てないから。神秘的なものなの。もっと外の世界を見たい。課外授業だ。来た。ここか。玄関。え、めっちゃ玄関飛べそうじゃんこれ。絶対飛ぶとこあったわ。行くぜ。あ、こっちの道だ。道なき道を進んでいこう。すごい、すごい猛ダッシュ。すごい、めっちゃ走ってる。だってなんかあるわ。あれする。すごい、爆走してる。なんか道間違えた。あ、合ってる。え、500m 離れてる。レベリオ多いわね。植物学の教室。結構離れてるとこにあるんだ。終わったな。なんかノコギリとか使う、ノコギリとか使う授業の時離れたとこでやったな。全然植物じゃないけど。おい、ちょっとウィンガーディアムレビオーサ使えねえのかよ。まだ大きい乗れねえのか。まだすごいぜこれ。石集めしながら行くぜ。レベリオ。え、何この袋、怪しい、怪しげな袋。普通に遠いな。ストーンヘンジじゃん。こんなところに。また冒険に出発するの？ここ飛べた俺。え、気球飛んでる。いろいろあるわね。なんか気球結構飛んでんな。なんかあるんかな。レベリオ。てか待って、ちょっと待って待て。陰線アクション。レビオサ陰線流。食料ではないんだ。気をつけないと危ないかもしれない。何が？レベリオ。絶妙に聞いてた今のアクション。ああ、近っ。意外とすぐそこじゃん。君に会えて嬉しいよ。
ナティ、調子はどう？あのホグズミードへの旅から回復してるといいけど。元気だけど、君のことは心配してた。ランロクとルックウッドとハーローに追われてるでしょ。結構追ってきてるやつ、まあ、大丈夫だよ。あの時この話はしなかったけど、どうして奴らが君を追ってるのか聞かせてもらってもいいかな。わからない。ルックウッドもハーローも会ったことない。とりあえずこれ通しても間違えてるのかも。なんか変だね。あの二人があんなに必死にホグワーツの生徒を、まだ信用できんからな。理由が何であれ全然スパイかもしれない。君は危険だよ。とりあえずルックウッドとハーローは私たち、みんなにとって脅威みたいだね。だから君と話をしたかったんだ。あの日ホグズミードであることに気づいたんだ。君はあんなにも勇敢にトロールと戦った。シローナはルックウッドとハーローを相手に一歩も引かなかったね。そう、二人を見て自分もしっかりしなきゃと思ったんだ。どうしてそう思ったの？またブルランドを離れたのは勇気があるからね。ルックウッドとハーローみたいな奴らが理由。新しい家を壊されるのをただ見てるつもりはなかった。そっか、ルックウッドとハーローは危険な組み合わせだ。それがランロクともってなると。だからこそ奴らを止めないと。シオフィルス・ハーローがルックウッドのやることを仕切ってる噂があるよ。出た、シオフィルス。あいつを倒せばルックウッドの組織に動けなくなるかもしれないけど、ああいうのはシンガー巡査が対処すべきじゃ。もう話したよ。丁寧ではあったけど、まあ生徒に詳しい話はしてくれる感じじゃなかった。ルックウッドの一味がハーローが企んでる大規模な密漁のこと話してるのを聞いたんだ。それを少し調査できないかと思って、シンガー巡査が必要としてる証拠を手に入れるんだよ。わかった。でもどうやるの？聞き耳を立てて観察するよ。企みを正確に突き止める。何かわかったら連絡するから。消されるやんこいつ。とりあえず何かあったら消されるタイプの情報の集め方。ありがとうナティ。聞き耳立てて。油断は禁物だよ。おや、ネズミが入り込んでるようですね。悪しよう。失礼な、この私を脅すなんて。どうなってるの？絵本に出てくる村みたいだな。こんにちは。レベリオ。とりあえずレベリオ。なんかあるね。なにこれ。お、なんかあるね。アクション。うふう。お、すげえ。シルクローブ。オープン。いろいろある。レベリオ。おお。アクション、アクション。全部壊れちゃうじゃん。人間の世界のものは脆い。え、なにこれ。あ、こんなことできんの。え、こんなことできんのこれ。すごいな。もっと引っ張れんのかな。さっきどうやって引きずれたんだろう。待てよ、どうやって引きずったんだよ。あ、行かないで。軽いものはいけんのか。これはいけるんだろう。かわいそうに、こんなとこに囚われてんのはよくないわ。逃げるぞ、俺と一緒に。アクション。俺と一緒に逃げるぞ。待てよ、これこっちに寄せて浮かせて、アクション。
光る。あ、これだ、これだ、これだ。レビオタ、アクション。こうだ、こうだ、こうだ。アクション。こうだ、こうだ、こうだ。逃げろ。よし。よかったな。何してんの？もういないよ、もう。もういないよ。ねえ。いないね。残念。もういません。もう野生に帰りました。一応これ壊しとこう。一応ね。すごい、全部壊れる。価値あるものはやっぱ全部壊れちゃうんだな。これは？レベリオ。これは何もない。すごい、なんかいろいろ入ってる。レベル1ロック。レベル1ってのは自分のレベルじゃなくて、多分魔法のレベルなんかな。これなんだっけ、あの5文字の魔法。大丈夫ですか？まさか、たった今商売を失って命も失いかけたところだよ。悪いが、買い物がしたければ他を渡ってくれ。こんなことになるなんて。気をつけろよ。ランロクたちは誰一人見逃さないぞ。攻撃されたの？ランロクは仲間にならないゴブリンに容赦がないんだ。そりゃ俺だってゴブリンを魔法使いと同等に扱ってもらいたいが、血を流すのは違うだろ。俺がそう言ったら奴らは逆上した。気絶するまで俺をぶったたいて、荷車も持ち物も一番大切な俺の絵まで奪っていったんだ。おお、画家よ。絵が盗まれたって、君は画家なの？そうだ、俺の天職だよ。ゴブリンにはふさわしくないと思われるがな。家族は金属加工業かグリンゴッツ関係の仕事をしてる。ランロクの仲間どもは俺の作品を理解してないからな。きっと薪として使われるさ。これじゃ生活もできない。よくもあるのか。いつになったら絵が描ける。前にも狙われたことがあるの？ここしばらく俺のことをなじったり脅迫したりしてた。奴らはいつも欲しいものを暴力で手に入れるんだ。気な臭いことになってきたな。あれやっちゃ。ランロクは力を増していて、信奉者たちもそれを自覚してる。無敵だと思ってるんだ。ランロクはゴブリン全員が賛同すると思い込んでた。だが違う。俺たちは魔法族との問題を話し合いで解決したいのさ。わかるぜ。大変だったね。荷車のことを気にするようにしておくよ。親切な人だな。荷車はここから南西の野営地に持ってかれたんだろう。廃墟の先だ。回収するのは危険すぎるよ。なくしたら戻るように荷車には魔法をかけてあるんだ。可能性は低いけど、奪われたものの一部でも戻ってきてくれるって希望にすがってるよ。いろんな魔法があるんだな。あえて嬉しいよ。もっといい状況だったらよかったんだけど。これはポーションや。話しかけれねえ。どうも、何を売られてるんですか？いや、ジャラルセミだよ。ここは魔法薬の店だ。マジのことなら何でも聞いてくれ。売り物は何です？今日は何をお探しかな？お、昼の汁。うわキモ。まあええか。ぜひまた来てくれよ。セミさん、どうも。どうしたんだね。セミさん。この町で何か噂は？パーギットという人間が少々問題を起こしてる。奴の仲間が行商人を襲っていて、最近じゃ商売に苦労しているよ。誰かが対処してくれたら助かるのだが、誰もゴブリンの集団とはやり合いたくあるまい。というわけで、奴は古老遺跡でやりたい放題だ。よければあなたのことを。そうだな。私はローワー・ホグズフィールドの優秀な魔法薬師だ。かつては君と同じ平凡な生徒だったがね。ついては君にホグワーツ割引をしてあげよう。つまり普通の値段だ。
うちは最初から安いんだ。何を言うのやこの人は。売ってるのは魔法薬とその材料が専門だよ。魔法薬で治せないものは壊れたままにしておくのがいいと思うね。扱ってる材料はどれもこの地域のもので健康と安全を売りにしてる。オーガニックだ。これで全部です。どうもありがとう。お金は落とさない。とりあえず氷の野営地はいいわ。クエスト。マーリンの試練。何これ。これか。これがメインクエだ。メインクエ行こう。ああ、近道だ。近道のはずなのに。レーモス。近道のはずなのに遠い。ランロクがグリンゴッツのゴブリンにしたことを考えると、アーンのことも不思議じゃない。それはこっちから来たんだ。考えろ。闇の魔法使いだ。誰のことを言ってるかわからないわ。研究に没頭していたし。悪いけど今はビクトール・ルックウッドの質問だぞ。お前の事情など知るか。おや、噂をすればミスター・ルックウッドが話したがってる。学生？まさか。いい加減にしろ。手を出すな。手を出すな。ステューピファイ。ステューピファイ。任せろ。おらー、死ねー。おらなんかいるぞ。まだ目の光が消えるのを見ててあげるわよ。なんだお前。あ、待てよあいつ。攻撃呪文。うわぁ、待てよ。なんかさっきのコンボやりてえな。こうして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 、やばい、死んじゃうすぐに。そんな、そんな、すぐに壊れちゃう。何が起きたんだい。あんな風に言われたのは初めてだ。しかもホグワーツに近い場所で。どうした、大丈夫か。大丈夫ですか。大丈夫だよ。あんたの優れた防衛術のおかげでね。アッシュワインダーズが私を殺してまであんたに手を出そうとしたわけは。アッシュワインダーズ。ビクトール・ルックウッドの取り巻きの泥棒だかゆすり屋だかさ。あんたに随分ご執心だね。ちょっとわけが。とにかく助かりました。うん、とにかく追っ払えたみたいだね。プリアが危険な状況になってきてるって言ってたよ。戻ってくる前に研究を進めた方が良さそうだ。プリアって人のことを話しました。私の妻だ。学生時代に彼女にもらった本のおかげでマーリンに興味を持ったんだよ。勤勉なハッフルパフ。夜の闇横丁に店を構える魔法薬師さ。旅商人でハイランドの出来事はすぐ耳に入る。研究者なんですか。ノラ・トレッドウェルだ。マーリンの生涯とその研究が専門の歴史家で考古学者だよ。彼らの物語は作り事かと思ってました。マーリン。でもな、パーシバルはいたよね。カドガン教が聞いてなくてよかったね。マーリンと自分のつながりのこと話し出したらもう止まらないんだから。マーリンはホグワーツに通ってた。数世紀前に彼がここに残した不思議な柱を調べてるところさ。柱って。つるに覆われた柱だよ。何十個もあるんだ、あの辺一帯にね。私はマーリンの試練と呼んでるよ。仲間のスリザリン生のために道楽で作ったって考えてるんだ。マーリンはパズルや謎解きが大好きだったからね。うん、あなたがマーリンに惹かれるのも納得です。ぜひ試練のことを教えてください。それじゃちょっとした秘密を教えてあげるよ。仕組みを解明できた者はまだ誰もいない。でもね、私は重要なヒントを見つけたと思ってるんだよ。そいつはこうだ。試練の成功にはゼニアオイこそが重要な鍵になる。ゼニアオイが？万能の薬草だよ。マーリンが著書で何度も言及してた。風？著書に書かれた渦には。待って、なんか飛んだ。
ちょっと、おー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 、見クリックをしたら飛んじゃう。その通り。よかったら試してみるかい。小さな仮説がどうなるか見てみようじゃないか。ゼニアオイがぎっしりのトランクを持ってきたよ。まあ、要するに私のテントのそばだ。要するに、まあなんかゼニアオイが大事ってこと。このトランク？そう、たっぷりおとり。もう持っていってもね。ゼニアオイを取りました。結構。それじゃこの柱のつるはわかるね。それと地面で渦巻く石。はい。それぞれの試練に特徴がある。渦の上にゼニアオイを置いて。ルーモス。さて。何が起きるか。あ、間違えた。あれ？ゼニアオイ。レベリオン。どうやって置くんだこれ。あ、こんな面倒なことしないよな多分。あれか？あ、違う、ヒルのシルだ。あ、いらな。あ、こっちか。あ、こっちか、地面の上で渦巻く石って。お、紛らわしいのあるな。シルだか、渦巻く石だか。紛らわしいものあるな。はい。おや、まあ、今のは見たね。これでいい。これで解けるなら割と暴発そうだよ。さて未知の領域だ。この巻どうにも気になるね。あ、残りがが見えるぞ。あ、触れそう。陰線だ。これ？これはすごい。炎の中に沈んでいく。陰線ディオ。ルーモス。え、燃えながら沈んでる。すごい。不思議だね。マキが最初の場所に戻ってる。なんだ？やんの？インセンディブ。乗るか。ちょっと。乗るわ。便利な乗り物だ。3つの薪すべてに火をつけないとダメみたいだね。ああ、何個もあるな。本当だ。行くぜ。インセンディオルーモス。ナイス。わ、すげえ。おお、山なんて美しいんだろう。人間付きレベリオン。火だよ。信じられない。インセンディオ。これってつまり成功ってこと？言えると思う。今のがマーリンさんかな。けどね、疑問は増える一方だ。どういう仕組み？メモを見直さなくちゃ。何か見落としたのかも。試練はどれもこんな感じですか？厳密には違う。これ見よがしな鶴や地面の渦はどれも同じだろうけどね。見かけた時に解いてみるといいよ。さて、研究を続けるための材料が揃ったようだ。うん、思うにそれぞれゼニアオイも必要で、足りないならホグズミードで見つかるよ。有料か。本当にそろそろ行かないと。会えてよかったよ。気をつけて。私は欲しいものを手に入れたから、メモと本に囲まれた安全な場所に戻るよ。おお、マーリンの城。大層な。いろんなとこにあるらしいな。え、あ、すごい。あ、すごい。これは？いらんのこれ。これはいらんの。こんにちは。君は冒険心に富んだレイブンクロー星だそうだな。失われた本を連れの人や。見つけたとフィグ先生に聞いた。その件について話がしたい。連れの人よねこれね。オリバンダー。お願いしてもいいかしら。おい、なんだお前。どうかしたの？ああ、助かった。お願いするわ。私はグレース・ピンチ・スメドリー。グレース・リザリン。ピンチ・スメドリー家よ。
誰かがやってくるのを期待していたわ。お父様の願いを裏切って自分を一生許せなくなるところだった。蛇だ、スリザリンだ。実は湖の底から回収したいものがあって、あなたが手伝ってくれない？湖に潜るの？興味あるな。素敵、そう言ってくれるのを待っていたの。何を取ってくればいいの？昔の話よ。優れた天文学者のおじい様がホグズミード駅から出港したわ。おばあ様と一緒に短い星見のクルーズを楽しむはずだった。二度と戻ってこなかったわ。Wow. そうなんだ。何があったんだろう。わからない。あの二人と船が岸にたどり着けなかったことだけはわかるけど、みんな沈んでしまったと言われてるの。お父様は悲しみに暮れ、私たち家族に二度と黒い湖に近寄るなとお言いつけになったわ。あの夜、家宝のアストロラーベも一緒に消えた。あなたが回収してくれたら、お父様の気持ちも少しは安らぐかもしれない。家族は有名な。バースのピンチスメドリー家のことは知ってて当然みたいな物言いだけど、そんなに有名なの？なぜ空は青いか、なぜ草は緑色か、そのくらい当たり前のことを聞くのね。ピンチスメドリーの名は知的好奇心を意味するのよ。よくわかんねえよ。科学と芸術への貢献で知られているわ。私たちを知らないなんて率直に言って態度でけえな、急になお前な。私が周りの世界について数々の発見をしたら、この名前を知らない人もいつか耳にするでしょう。何？有名なのこの人。アストロラーベって何？驚嘆するほど素晴らしい古代の航海道具よ。持ち運べる宇宙の模型といえばいいかしら。普段は星の観察に使うの。天文学用のものだけど、他に1000種類以上の機能がある。魅力的な道具よ。もう修理できないほど錆びているでしょうけど、戻ってきたら嬉しいわ。おじい様とおばあ様が戻ってきたように思えそうだもの。個人的な事情のためにやるにはちょっと危険な気がする。気持ちはわかる。でも感謝は忘れないわ。もちろんアストロラーベ以外のものが見つかるかもしれない。他に何か見つけたら全部持って行っていいわよ。船の最終位置と言われている場所をこの湖の地形、水深図、それから潮位表と照らし合わせたの。おそらくはあそこ、鳩場からおよそ1ハロの場所よ。おじい様のアストロラーベが戻ってきたら嬉しいわ。ハロンってなんだ？アストロラーベを見つけて。家族にとってとても大切なものなの。彼女のアストロラーベは鳩場の北東に沈んでるみたい。潜って調べよう。行ってくる。なんか敵マークない？敵いる？これなんかいるわ。敵いる敵いる。ごめんダメだった、ごめんダメだったわ。すまん、ダメだった。グレス、何を手伝ってほしいんだっけ？絶望の星見クルーズで失われた家宝のアストロラーベを池に潜って探してほしかったの。敵いるよ。敵はいるけど、杖使えないけど。まずい。一旦帰ろう。俺は進むべきクエストがあるからね。また来るよ。じゃあね。一旦ホグズミードに行くからね。バイバイ。厄介な野郎だぜ。ホグズミードって居心地いいよね。誰に話しかけたの？お、出た幽霊。ヘイヘイヘイ、足ないね、浮いてるね。ある、幽霊などにある。こんにちは。よく来た。友人のフィグ先生が君のことを高く評価しておったぞ。君の資質もな。細かいところは曖昧だったが、見つけるのが難しい本の行方を突き止めたんだとか。わしに代わってちょっとした調べ物を手伝ってくれんか？うん、僕にどんな得が僕にどんな得が？手伝ってもいいですけど、お使いをして僕にどんな得があるんですか？まあ、お使いなんてものではないさ。君はこの提案に必ず心を惹かれるはずだ。まあ
聞いてくれ、うん、1世紀ほど前先祖代々伝わる杖がこの店から消えてしまった。妖精の羽を芯にしたリンゴの木の杖だ。わしの大叔母はリチャード・ジャック・ドーという生徒を疑っておった。ここの助手を務めていたが突然消えたのだ。リチャード・ジャック・ドー、名字は鳥の名前じゃな。よくホグワーツのフクロウ小屋を訪ねておった。そこも探したが杖は見つからなんだ。ジャック・ドーの鳥に似た複数の像を見つけた。おそらくは手がかりだが一体何を示すのかはさっぱりだ。最後にジャック・ドー君が目撃された時、ピーブズから取った地図付きのページのことで笑っておったとか。わかるだろうが、あのポルターガイストは役立った。むしったやつやん。むしられたページか。ご自分でフクロウ小屋を探されたら。そう思うだろうな。だがあの校長は老いぼれ杖職人にあの場所をうろつかれるのを嫌う。まあ無理もない。それにわしは長い時間をかけすぎた。君のように斬新な視点と聡明な頭脳で見つめ直せばこの謎も解けるかもしれん。特別な杖なんですか。なあ、極めて特別だ。だが君の思うようなものじゃない。使う者に特別な力をもたらしたりはせん。まったくな。だが杖が戻ればオリバンダーの一族はみんな安堵するだろう。その力は計り知れない。なんでその杖は盗まれたんです。実はさっぱり理由がわからん。聞くところによると奴は冒険者気取りだったらしいが、トラブルに首を突っ込んでばかりだった。いなくなった後はホグズミードでゴーストとなって現れたそうだ。それ以来ぱったり話は聞かんな。大方冒険心の虜にでもなってしまったんだろう。おそらく代々伝わる杖だから特別な力があると考えたんだろう。杖作りの技術は驚くほど誤解されておる。うん、様子を見てきます。手がかりももらえたので。ああ、おかげでこの老いぼれ杖職人にも希望が湧いてきた。フィグ先生の言う通り素晴らしい生徒だな。よし、素晴らしい生徒、聡明な頭脳でどうにかするぜ。聡明な頭脳だぜ。敵いねえかな。敵かお前。敵の攻撃避けてー。さっき敵いたのに避けるの忘れてた。いや走ってる。敵敵敵？身長高っ。ムディク身長高ない？なんかこんな身長高いんだ。とりあえず袋小屋調べるか。あ、絡まれちゃった。トレーニング中これ。結構距離あるな。ここに飛ぶか。あ、どっちだ。ちょっと待って、わかんねえ。どっちに飛べばいいかわかんない。こっちに飛ぶか。うわ、逆だったかもしれねえ。あー、逆だったかもしれねえ。待てよ、なんかある。どっかしらに、どっかしらに飛べる場所があるはず。飛べる場所どこで見れんのこれ。あ、これだ。ファストトラベルの行き先探すのむずいよな、地味に。
あれだ、たけ。バカとなんたらは高いところが好き。よし。外歩くと素材採集できるから。意外と近い。お邪魔しまーす。 What? あ、なんかいる。こっちおいで、おいで。フクロウだ、ただの。え、すげえ。フクロウか。うるせえって思ったら、オリバンダーさんが言ってた像は上界のフクロウたちに紛れてるはず。アクション便利やな。ね、心配しないでください。引っ張ってるだけだから。友達を助けに来たんだ。そうだ。さて、象はどこかな。あのハンドルには見覚えがある。呼び寄せ呪文を使おう。あのハンドル？あ？レベリオ。レベリオ。あれ？なんかすごいことになってる。アクション。ああ、これを集めるのか、たくさん。もらっておくとしよう。お金もあるんだ。もらっておくとしていいの？外れ。止まり木だ。ジャックドーというよりジャックドーの像にぴったりの大きさだね。他を探そう。お、すごい。これ全部もいでけばいいんだ、これ。アクション。効かない。あ、じゃあなんかあるじゃん、普通に。え？待って、置いちゃった。いいのか？あと上か？ここじゃない。あ、出た。使えそうだね。これ登った方がいいな。 100% 登った方がいい。鳥は高さなんて気にしない。もう少し高い場所を探そう。お、アクション。はあ、外れ。他を探そう。あ、あ、行っちゃった。ここじゃない。帰ってこーい。インセンディブ。間違えた。アクション。あ、はあ、外れ。行かないで。もらっておくとしよう。とりあえずあれはレビオソ。アクション。アクション便利やね。他を探そう。あ、落ちた。こういうのは大歓迎。なんだ、ルーモスじゃん、うん、絶対に。静か。行方不明の電子とは関係なさそうだけど、とりあえず取っておこう。めちゃめちゃルーモスだったな今。とりあえずこれで集まったかな。アクション。レベリオ。あー、集まってそう。どうだろうこれ。下落ちないよね。一体なんだ。ああ、行った。おおおお。
え、デュラハン？何してんのこの人。まさか俺のパズルを解いたやつがついに現れたのか。やるじゃないか。耳寄りな話だ。隠したいものがあるならここがぴったりだよ。リチャード・ジャック・ドーだ。よろしくな。リチャード・ジャック・ドー、オリバンダーさんは正しかった。一族の杖を取り戻す気なんだ。杖？あは、すっかり忘れてた。あれはもう手元にないんだ。ええ、あの洞窟で首を切られた時に脅したんだろうさ。首切られたんだ。あんな地図を追った俺がバカだった。自分で外したのかと思ったよ。くだらない話だよ。ピーブスが盗んだ古いページに載ってたんだ。女の子にいいとこ見せたくてさ。でもその話はまたな。君は杖を盗んだ後、ピーブスから盗んだページの地図に従ったら死んじゃったってこと？そう言われるとアホの極みみたいなんだが、そうだ。なんで古い杖のことなんかそんなに気にしてるんだ？欲しがってるのはオリバンダーさんだよ。僕の目的はページ。杖と一緒に洞窟に残ってない？そりゃ残ってるさ。そうだ、いいこと考えたぞ。禁じられた森の外れで待ち合わせするってのはどうだ？どこを探せばいいか教えてやるよ。おお。死因については想像がつくけど、誰にやられたの？その辺を見て回ってたら急に爽やかな風を感じたんだ。その後に頭がふわっとして、覚えてるのはそれだけだ。だからもし洞窟に入ることがあったら気をつけるんだぞ。首切られた。そんな感じなの？何に気をつけりゃいいかは教えてやれんが、ま、お前は勘が鋭そうだしな。かまいたちでもいいのか。そよ風には注意しろ。どうしてオリバンダー家の杖を盗んだの？あの一家が特別な杖だってやたら言うからつい手が出た。我慢できるわけない。でも俺の首を救えるほど特別じゃなかったな。感傷的な理由の特別だったって知ってからは本当に返すつもりだった。でもご覧の通り機会がなくて。ピーブスはポルターガイストだよ。どうやって盗んだの？別にあのお化けから直接かすめ取ったわけじゃない。あいつがめちゃくちゃにした場所で見つけたんだ。あいつは物を壊すのが趣味だろ。本、瓶、鎧、騒ぎを起こせるなら何でもござれだ。亡くなったことにも気づいてないさ。ページを手に入れる方法がそれしかないなら森で会おう。その俺の首なし骸骨とご対面することになるが、構わないってんなら杖もページも持ってきゃいいさ。いいぜ。レベリオ見てみたい。これみんなのフクロウが止まってんだ、ここに。すごい。知ってた？こんな施設あるんだな。駐輪場みたいなもんか。あれ？ない。まあ、一旦森に行けばいいのかな。 あ、武装解除術を習得しないといけないんだ。なるほどなるほど。エクスペリアームス。あ、あれあれじゃん。クイディッチする場所はない？あれあるやん。あるじゃん。ついに俺が知ってるものがあったな。とりあえず攻撃を受けなきゃいけないんだけど、俺攻撃避けれる場所ないかな。殴ってくれませんかって。なんか殴ってくれませんかって。ねえあなた、もっと危ない。殴ってくんねえかな。フィールドガイドは本当に便利で。あ、出た。これまだ残ってんだ。アクションの練習できる場所。俺がめっちゃうまい。待って、ほうき乗ってるお前。おい
いいな。アクション。いいな。え、ちょ、やろうぜ。俺勝てるわ、今なら。おはようございます。こんなとこで何？呼び寄せ試合で君に挑戦する。君も本当の強敵と対峙すべきだよ。老年の呪文学以外でね。呼び寄せ試合はただのゲームじゃない。技術の戦いで魔法使いの気質を試すものだ。どうする？簡単だね。いいね、受けて立つよ。よし。俺これうまいよ。絶えず変化するゲームだ。先行あげるわ。アクション。下手だね。手首が重要だ。とりあえずあれを落とす。行くぞ。アクション。まぐれだ。やるね。あっ、お前、うん、ありがとうね。え、ダークソウがぶっ殺してやるぜ。待てよ、これこっちだ。ウィーポン。あ、大丈夫。うわー、今のは記憶に残る。アクション。勝ったやん、これ。勝ち確？なんてことない。勝ち確やん。アクション。まあ悪くないよ。やるね。負けたよ。俺の勝ち。上手くなってる。悔しいか。ただのまぐれだろ。いや、悪くしないで。ほら、リアンだ。へそを曲げないで。まあ、うまいよ。少なくとも僕よりはね。こいつグリフィンドールってマジ。君の実力をみんなに伝えるよ。みんなって？サマンサデールに7連敗したんだ。呼び寄せ試合の参加者は君が僕に勝つことで実力を判断した。リアンだ、言いにくいけどこの際はっきり言うよ。君には向いてないね。もっとやんわりと言ってほしかったけど、確かにそうかも。君の実力をみんなに伝えるよ。もっとやんわりと言ってほしかった。人間関係クエストってジャンルなんだって、これ。やってる。これクリケット？これクリケットですか？これクリケットですか？あの子層の小枝を持ってたりしない？これ忘れ薬を作ってみたいんだけど。クリケットか。でもな、待って、殴られる場所ないな。敵いねえかな。そんな敵が頻繁にいちゃダメだもんな、学校内に。多分この連れ去られた荷車とかやればいいんだろうな。多分一旦連れ去られてみるか。これでどこまで行けばいいの？これああ、近い近い近い。遠い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 。まあ、一旦行ってみるか。途中で回避できたら、やったーって感じで。こんなこじんまりしたとこでうまくやれる？オッケー、やえいち、レッツゴー。行ってくるぜ。じゃあな。商品がいるのかい？500メートルある。僕がグリンゴッツのゴブリンにしたことを考えると、アーンのことも不思議じゃないな。結構あるぞ距離。レベリオ。絶対敵いるぞ。でもヤエイチって言ってるもんな。
結構しっかり敵そう。なんかある。クリスタルだ。結構人通り多いね、この辺とかも。レベリオ。なんでお金落ちてんの？怖っ。なんかある。なんだここは。エブリティーズブラック種の鱗。おお。ドラゴン。ああ、いや、これだ。ドラゴン死んどるわ。レベリオ。あ、待って、敵のマークある。糸吐きカニ鬼雲。なんかいろいろ名刺ついてるな。こんにちは。こうでしょ、こうこうこう、あなんだお前、ボン490ダメージマジ。やべ、避けるの忘れてた。そう、敵はどこだ、敵は。あー待っている。おい、闇の野犬。あぶねえ。うわー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 、インセンディブ。なるほどね、これでいいんだ。ヤイエチ行かなくてもよくなったな。はい、行き過ぎた。道は合ってる。インセンディブ強くない？インセンディオ強いぞ。雑魚的相手マジで強い。野営地だ。ここだな。だね、野営地。こんにちは。こんにちは。正面以外からでも行けそう。うん。こんにちは。どれですか？見せしめになった。もしかしてこれですか？ほら、これですかって聞いてんだろ。おい、これですかって聞いてんだろ。これですか。行けー、行って。おめおい、死ねだよお前。1,2,3 引っ張って、これでインセンディオ 1,2,3。 何？なんか狙ってきてるやついるな。やめて。おお、強い。なんだお前、何落とした。なんだ、装備スロットがいっぱいあって。なんかあれか、インメントリーいっぱいじゃないともう捨ててこなきゃいけないんだな、これ。え、これ強い。あ、プロテゴ浮いて、こっち来て、燃やして、当たらなくて。強い、痛い。敵多くない？浮きなさい、引っ張りなさい。1,2,3,4。 はい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 。ランロク様が勝利をもたらすのだ。まだ生きてる、あいつ。あっちか。こんにちはー、インセンディブ。おいろー、こっちにおいで。まだでは多くないいるな、ルーモス強い。ルーモス強すぎだろ。あと1体いる。知ってる、マーリンの試練だ。ちょ、見えねえとこにいる。見えねえとこに行っちゃった、1人。待って、え、
あ、いた。インセンティブ。爽快だったな。爽快だったなだって。解放しよう。やっぱそうなんだ。これやろうぜ。お、なんだ？これもうこれじゃん。ルーモス。違う。インセン。違う。アクション。違う。レミオン。違う。あとできそうなことがもうめくらまし術とレパーローしかないぞ。ちょっと待てよ。あとアイテムいっぱい。アイテムどうしよう、いっぱいなの。これね、一旦使える呪文やっとくか、全部。レパール。レパロン。あー、まあいいでしょう。こっちを見るか。え、なにこれ。あ、自動で研いでる。レベリオ。すごい。なんかアイテム捨ててもいいのかな。あのとこある。おお。一生アイテム落ちててくれるならそれでいいんだけど。これは？インセンディブ。これあれか、アロホモーラやんなきゃダメか。レビオン。アクション。こっちにおいで。こっちにおいで。荷車はなくね？これ？ぶっ壊したやつ？これが。これ？直す？レパール。これじゃない。荷車。え、なんか浮いてる。何してんのお前。ああ。何もかもいっぱいだ。何してんのこの人。居場所なもんないぜ。解放しすぎたか。あ、これか。これだ。オープン。荷車がアーンのとこに帰ってく。すごい魔法。なるほどね。乗って帰るか。ダメか。なにこれ、キャベツ。やばい、全部何も持てない。何も持てない。何も持てません。誰かこれ飛んでこれるとこないのかな。レパール。レビオン。ルーモス。
ちょ、一旦買えるか、一旦売るか。めっちゃアイテムある。これなんかテレポート台ないのかな。テレポート場所あればいいんだけど。ファストトラベルできないか。アイテムめちゃめちゃあるってばよ。この辺ないのかな。うわあ、これないわ。ここだ、一番あって。一旦ここ行くか。500m 走るの大変だからな。ああ、魔法のほうきがあればな。俺にもな。言うて 200m。え、馬車だね、荷車戻ってってる。同じじゃん、道。こっちだったの。お酒。うん、引っ張れるか。おお。すごい。飛んでるやつ何でも引っ張れるな。はい、こんにちは。でかめの動物いる。引っ張れる。引っ張るとみんなこける。あ、浮く浮く浮く。すごい。もっと浮け。こっちだ。どこまで運んでいけねえの。ちなみになんか大変なことになった。大丈夫か。おい、大丈夫か。アクション、レビオン、大丈夫か。ああ、よかった。大丈夫ならよかった。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。アクション、大丈夫か。一旦戻るか、アンのところにね。絵本に出てくる村みたいだな。おい、報酬は金一封か。商品がいるのかい。アン、いい知らせだよ。荷車が帰ってくる。なんて言ったらいいか。持ち物を取り戻す望みなんて消えかけてたのに。ランロクの仲間たちは魔法族を信じる俺をバカと呼んでた。信じてよかったよ。手間取りはしなかった。案外簡単に取り戻せたよ。あんたが無事でよかったよ。ああ、取り返すのが待ちきれない。特に俺の絵。なあ、あんたには感銘を受けたよ。俺は長年魔法使いと付き合ってきたが、いつもうまくやってこれてた。次の作品は俺たちの関係性についての賛辞にしてもいいかもな。うん、ちょっと極端。絵にする価値あるかな。芸術は驚くほど人を感動させられるんだ。その価値は十分にある。改めて助けてくれてありがとうよ。うっ、人助けしたと。元気でな。荷車が到着したら。おお、どっか行った。見せてやるよ。待て。ちょっと覗いていきなよ。あ、すごい。買える。なんかいろいろ買えるぞ。ちょ、売ろう。何売ったらいいんだこれ。多分こういうスタンダードなアイテムは売っていい。喜んで引き取ろう。在庫あれば憂いなしだ。もう売っちゃっていい、こんな。極上。上等。極上強くない？こんなねえ、売っていい。
っていい、ほら打っていい。非凡、非凡レアエピックレジェンダリーってことかこれ。とりあえずまあ売るか。結構お金は入ったな。これいくつ持ってるとか見えないんだな。え、マンドレイク買っていいかなこれ。マンドレイク買おうかいるんかなこれ。もうよくわかんないけど買っとこう。毎度あり、きっと役に立つぞ。おう、きっと役に立つことを祈ってる。寄ってくれてありがとう。役に立つといいな。でも来てくれよな。よくわかんねえの買っちゃった。さあ、まだ装備転がってるかな。ここでマンドレイク1個買っといたから、あの時ね、あの時ね、まさかよな。広げてくれるわ。え、これ通れないんだね。 DVD のキラーみたい。いや、まさかあの時ああなるとはな。音爆弾なのかな、なんか戦闘用アイテムだったよね。え、敵復活しない？ちょっとちょっと、アイテムあさりに来ただけなんだけど。ちょっとアイテムあさりに来ただけなんですが、すいません。え、なくなってる。ちょっとこんにちは。ピューピファー当てる。はいはいはい。おーおお、スチューピファイってどう打つんだ。無限プロテゴしちゃう。待って、我慢比べと行こうか。一旦ちょっと変えますね。すいません、これに。こうか。おーおお、スチューピファイって Q してから Q だよな。あー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 、やめてー。待てよ、来い。はい、撃てね。 Q 長押しか。はい、あ、間違えた。あー、やべえ、投げちゃった。あーあー、あいつに当てればいいのね。オッケーオッケー、当てる。来い来い。はい、ほい、やったー、いた。期待外れもいいとこだ。レビオン諦めろ。危ねー。1,2,3 浮かせて、 1,2,3 引っ張って、 1,2,3 浮かせて、 1,2 これは無理だな。 1,2,3 よくわかんねえけど、よくわかんねえけど決闘コンボいけた。あお、従者が1人減ったよ。ランロク、従者が1人減ったよ。ランロク、もうちょっと減らしとっか。せっかくだし。これは使った状態になってんのかな。そう、あ、あるね、アイテム。あ、なんか強そう、セルリアン。この辺のやつも、あ、すごい。待てよ、アクション、こうか。おいでー、みんなおいでー、みんなおいでー。おー、緑化された。え、これもう使えないじゃん。いけるか。インセンディブ、あ、やべやべやべ、焼いちゃった。アクション、
これもう使えない。他のとこにもなんかあるんかな、これ。すぐね、インセンディオ出ちゃうからね。あ、あるわ、キャベツ。はい、おいでー。いくよー。ちょん。あと1個あるか。ない。全クリ？全クリしました。こんちゃーす。アクションルーモス。あ、なんかあるわ。なんだこれ。あれ、これは元からあったか。おーつっ。レベルよ。なんかあるよ他に。なんもないな。クリアしたんかな。でもまだ触れる。あ、なんかあるわ外に。あ、待って、キャベツもあるじゃん。アクション。ちょ、邪魔だな。インセンディオ。俺はさすがにインセンディオだろ。おお、ちゃんとインセンディオだった。おいでー。だ。よし、これで完了。おお、来た来た来た。出た。今日のマーリン。すー。でもこれは開かない。いいね。マーリンチャレンジ成功。帰りますか。これで次エクスペリアームズ覚えれんのか。帰るか。合わせつということで、本日はこの辺りでね、終わっておきましょうかね。お疲れ様でした。ムティクイガースイです。セーブします。次回はセーブをロードできると信じて、はい、フリーゲームやってるみたいなセーブの仕方してる、はい、こんな感じで終わります。僕は連れがしー。